はココナッツミルクを使ったブルーベリーパウンドケーキを作っていきます。レシピはヴィーガンレシピ V クック認定シェフの江守奈々さんにお借りしました。ありがとうございます。普段はできるだけグルテンフリーのお菓子を作っているんだけど、たまには小麦粉も食べたくて、国産の有機薄力粉だったら罪悪感も少なめだよね。乾燥ブルーベリーは冬を回しかけておくと出来上がりがしっとり美味しくなるから、この手間は大切にしておこう。美味しいよね。ココナッツの風味でコクが広がる感じが好きなんだ。エスニック料理以外でもお菓子にも使えるし、それから普通にジュースとかにも使えるし、すごい最近大好きなんだ。ふるいにかけた粉は何回かに分けてしっかり混ぜていくとダマもできにくくていいよね。つまみ食いしたくなっちゃうよね。おいしそう。これ、はちみつかけてみたかったんだよね。ブルーベリーとココナッツと蜂蜜で作るお菓子、幸せだと思うな。このトロトロ